皇帝マルクス・アウレリウスが勝利し征服した敵族に対して感情を示している許しとは当初は不当に扱われたと感じたものが受けた侵害についての気持ちと態度の変化を経験し、憤りや復讐などの否定的な感情を乗り越える一連の意図的かつ自発的な過程である。ただし、許しが 否定的感情から肯定的態度への切り替わりをどれだけ願意するかについては理論家の意見が異なっている。許しは多めに見ることや面積、傍却、恩赦、和解とは異なる。特定の文脈においてフォーギブネスは債務、ローン、義務によるあらゆる請求やその他の請求を免除または放棄するための法律用語となる。 心理学の概念そして美徳としての許しの公用は宗教思想や社会科学、医学において探求されてきた。許しは単に自らを許すことも含めた許す人の観点と許される人の観点から、または許す人と許される人との関係性において考慮されることもある。許しはほとんどの場合、修復的手法の見込みがなくとも、 侵害者の側に応答がなくとも与えられる。実際には、不当に扱った人から許されるために、侵害者は何らかの辞任や謝罪を申し出たり、まさに許しを求めたりすることが必要な場合もある。社会的、政治的な規模での許しには、全く私的かつ宗教的な領域での許しが含まれている。許しの概念は、政治の分野においては、例外的だと一般に考えられている。 しかしハンナ・アーレントは許す力が公的な問題において意義を持つと考えている。哲学者の彼女は人が取り返しのつかぬことに直面しても許しによって個人的そして集団的な対処能力が発揮されると信じている。社会学者の部のワギットは1994年の民族虐殺後のルワンダでなされた許しの対話とその実践についての調査で 許しの語が極めて多義的であり、またこの概念が著しく政治的な性格を持つことを例示した。その著作の結論として彼は、一方では曖昧に語が用いられるのを、他方では許しを介して、社会的な絆が修復される条件をよりよく理解するために、許しの四つの類型を提示している。大半の世界の宗教には許しに関する教えが含まれており、 これらの教えの多くが許しについての多様な教えの伝承と実践のもとになる基礎を与えている。宗教の教義や哲学の学派には人が自らの欠点に代わるある種の神の許しを乱す必要性を重視しているものもあれば人が互いの許しを実践する必要性を重視しているものもある。またしかし人及び神の許しをほとんどあるいは全く区別していないものもある。 許しの語は相手が入れ替わって用いられうる。そして人や文化により様々に解釈される。これが人間関係のコミュニケーションにおいてとりわけ重要なのは許しがコミュニケーションの鍵となる要素であり、個人、カップル、グループ全体としての進歩になるからである。すべての当事者が共に許し合うつもりでいれば関係は維持されうる。許しの洗礼を把握し、許しの整理を探求し、 より許せるように人々を教育することは皆、我々がこの後について共通の意義を持つことを示唆するのである。ありがとうございます。